日は朝早くからご視聴くださいまして誠にありがとうございます。ただいまより夜マックごはんバーガー新商品発表イベントを開催いたします。私は本日の進行役を務めます須藤美穂と申します。よろしくお願いいたします。さて2020年の登場以来、夜ご飯としてもご満足いただけるボリューム感と美味しさをお届けする夕方5時からの夜マックの期間限定商品として多くのお客様からご好評いただいておりますごはんバーガーシリーズが新商品を含めて11月2日水曜日から販売開始となります。今回販売開始となりますごはんバーガーは3つ。新商品のごはんカルビ、同じく新商品のごはんチキンコクうま醤油仕立て、そしておなじみのごはん照り焼きです。本日は今回販売となりますごはんバーガーの魅力をお伝えするために素敵なゲストをお迎えして会を進めてまいります。どうぞ皆様最後までお付き合いをよろしくお願いいたします。それでははじめに今回販売開始となりますごはんバーガーを簡単にご紹介させていただきます。まずは今回新登場いたします商品がこちら、お客様の熱い要望から生まれたごはんカルビ。ピリ辛のタレに漬け込んだうまみたっぷりのカルビを使用したご飯との相性がぴったりな商品です。ジューシーな 100% ビーフパティにうまみたっぷりのカルビとシャキシャキのレタスとスイートレモンソースを合わせ、 100% 新潟県産コシヒカリを使用した香ばしい特製のご飯でサンドしました。ふっくら炊き上げた香ばしい醤油風味のご飯と絶妙にマッチしたダブルでジューシーな組み合わせをご堪能ください。そしてもう一つの新商品、ごはんチキンコクうま醤油仕立て。サクサクのチキンパティにコクうま醤油に仕立てたソースを合わせた一品。チキンパティにたっぷり入れた玉ねぎの甘さやニンニクによるコクが後引く美味しさの香ばしい醤油ソースとシャキシャキのレタス、まろやかなチェダーチーズを合わせサンドしました。こちらもご飯と相性ぴったりの味わいをご堪能ください。そして大好評の商品が復活ということで、こちら、うまみに富んだポークパティに生姜風味の照り焼きソースをたっぷりと絡め、フレッシュなレタスとスイートレモンソースをサンドしたご飯照り焼き。いずれの商品も新潟県産コシヒカリを 100% 使用した食べ応え十分な、まさに夜ご飯にぴったりの夜マックメニューとなっております。では続いて新商品の CM についてもご紹介をさせていただきます。夜マックといえば俳優の妻夫木聡さん、そして女優の伊藤沙莉さん、さらにはお笑いコンビナイツの花輪信之さん、このお三方が出演されるユニークな CM が毎回話題となっていますが、前回6月の CM では伊藤さん演じるコシヒカリ、そして花輪さん演じるコシヒカリのふるさとのおじさんとの思い出が描かれていました。コシヒカリ実はかなりの女王様キャラだったということが発覚しまして、なかなか続きが気になる展開となったところですが、今回は一体どんなストーリーになっているんでしょうか。それでは早速新 CM をご覧ください。夜マック店長、いらっしゃいませ。新しいごはんバーガー出ましたよ。またふるさと思い出しちゃう。ひかりちゃん、俺たちが丹精込めて作ったお米に一番合うのは何だと思う？焼肉、それもカルビ。まあ合うね。出ちゃいました、相性ぴったり。ついに登場、ごはんカルビ。あのさ、私と店長も相性合うと思うんだよね。ポテトはいかがですか？食べてるよ。新 CM を披露させていただきました。今回もユニークな内容となっています。こちらの新 CM は11月1日火曜日からオンエアとなります。よろしくお願いいたします。さあ、それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。夜マック店長役の妻夫木聡さん、そしてその店に通う常連客、コシヒカリ役の伊藤沙莉さんです。どうぞお越しください。どうもよろしくお願いします。お願いします。マクドナルドようこそ、いらっしゃいませ。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 はい、ということでね、私一日夜マック店長の花輪です。よろしくお願いいたします。はい、マクドナルドクルーのコシヒカリです。よろしくお願いします。
はい、そうですね、ちょっと違いますよね、設定全然違っちゃってますよね、CM と。ちょっとわかんないです。どういうことですか。だって今ヨルマック店長は妻夫木さんと。あ、妻夫木さんはなんか聞いた話だともうクビになったらしいんですよね。はい。なんか大きなミスを犯してしまって、でなんかもう僕がやるっていうことになったって聞いたんですけどもね。今日そのお披露目会って聞いてますけども。本当ですか。はい。違うんですか。ね。私もそう聞いてます。出ますよね。はい。なんかスマイルが可愛い店員役として、クルー役として採用していただいたということで。間違いないです。待って確かにね、クルー役すごい可愛いですし、スマイル本当に可愛いんですけれども、伊藤さん違います。違いますよ。でもなんかめちゃくちゃやる気みなぎってますよね。いや、みなぎってますよね。ですからね、いろいろ考えたんですけど、やっぱり夜マックのね、CM やってますから、やっぱり 100% 新潟県産コシヒカリを使ったメニュー1本にこれからね、ちょっとちょっと花輪さん、え、この声はこの声はいや、いらっしゃったんですか。まさか。なんですかそれ、全然違いますよね。なんですか、あれ二人してその子はなんでチェックできちゃってるんですか。どうしたんですか。いやなんでですか。なんでそんなちょっと勝手に夜マック店長横取りしてるんですか。いや、やりたかったんですよ。いや、それみんなやりたいんですよ、多分それ。やりたかったんで、ずっとお客さんの役だって。いいなぁ。改めて、花輪さん、今日はと、夜マック店長ですか。はい、ということで、ご注文はご飯カルビセットでよろしいでしょうか。何も注文してないですから。ね。ですか。それよりも、二人で服装、ね、今日は。ご一緒にポテトはいかがですか。いや、だから注文してないから。なりきってんじゃないよ。店長、オーダー入ります。はい、ご飯バーガープリーズ。グダグダじゃないですか。全然ダメじゃないですか。さっきリハやったのにな。難しいね。グダグダな。じゃあもうね、そろそろいいでしょうかね。はい、はい、ありがとうございます。ね、今日はやっぱりね、仮装でございますんでね、夜マック店長のユニフォームを着てイベントでございますよ。楽しいじゃないですか、盛り上がりね。本当テンションやっぱ上がりますね。テンション上がるよね。あ、うん、もう今日はイベント限定で、はい、あえてこう役柄をチェンジしてお越しくださったと。はい、なるほど、ありがとうございます。ではちょっとやっぱ改めてご紹介させてください。本来は夜マック店長役の妻夫木聡さんです。お願いします。そして本来は女性客コシヒカリ役の伊藤沙莉さんです。お願いします。本来はお米農家役のナイツ花輪信之さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではここからはおかけいただいてお話を伺わせてください。いや、面白かったですけどね。今日はね、ユニフォーム姿のお二人を妻夫木さん携えての感じになってますけれども、実はね、今日マクドナルドの総合研究施設なんですよね、ここをお届けしているのが。そうすると、なんか妻夫木さんはお二人が働いているマクドナルドに来店された方みたいな感じになってますね。本当だ。そうですね、うん、なんか本当に錯覚起こしちゃいますね、なんか、多分完璧な接客で、完璧な接客で。いやいや、すっごいグダグダでしたよ。何もできてなかったですよ。難しいですね。お二人のユニフォーム姿をご覧になっていかがですか。いや、でもね、伊藤さんが想像以上に似合ってて、ね、ありがとうございます。本当に、ね、めちゃくちゃ似合いですよね。本当に似合ってる。毎日通っちゃいますよ。すごい。本当ですか。本当に。あんまり思ってなさそう。いやいや、思ってる思ってる。本当に。いや、でも一度は憧れたこのユニフォームなので、うん、とっても嬉しいですね、はい、着れて。本当ですか、はい、やっぱり着るともうクルーの気分にシャキッてこうなりますか。なります。いつもこんな気持ちだったんだなって思いました。確かにそうですよね。妻夫木さんはいつもね、着ていらっしゃいますからね。花輪さん、いかがですか。ちょっとやっぱりこのスマイルがね、ちょっと今半額になってしまいましたけど。半額ゼロ円なの。ゼロ円そこまで。お金取っちゃダメだよ。ちょっとやっぱりこう笑顔がね、なかなかこう表情筋が乏しいと言われているものがね、笑顔が難しいな。本当ですか。じゃあそのとびきりのスマイル一ついただいてよろしいですか。こんな感じ。これお金払わないといけないから、ね、これお金いただいて半額で半額って何。さて今日はですね、はい、
この研究施設に来ていますので、あのちょっとマクドナルドの本物の接客をちょっと勉強してみませんか、教えてもらえませんか。嬉しい。今日のマクドナルドのトレーナーがこの施設にいらっしゃいますので、はい、ぜひ教えてもらいましょう。ではトレーナー川田さん、お願いします。トレーナーを務めます川野と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。素晴らしい笑顔ですよね。素敵ですよね。で今日は川野さんに、あの店頭での挨拶や振る舞い方、あとは新商品をおすすめする時のコツもね、ぜひ教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まず一番大切なのは、接客時にはスマイルを絶やさないということです。皆さんはマクドナルドを訪れた際、スタッフの笑顔を感じませんか？すごく感じます。あの優しいですよね、皆さん明るい笑顔で迎えてくださって、ね、元気に笑顔っていうのがすごいイメージがあります。そうですよね、はい、まずは素敵な笑顔でお客様をお迎えし、接客することはお客様に気持ちよく店舗をご利用いただくためのおもてなしの基本となります。そうですよね、はい、ねえね、妻吹さん、せっかくトレーナー川野さんいらっしゃるので、何かこう聞いてみたかったことがありますね。あの僕あのマクドナルドを利用するのにドライブスルーで利用することがすごく多くて、ドライブスルーだとこう事前にメニューを見れないことが多いんですよね。なのでこう、あ、着いた瞬間にどうしようどうしよう、でも後ろのお客さんいるし、どれを選べばいいかわからないって選びたいものが多すぎて、そういう時ってどうすればいいと思いますか？そうですよね、はい、妻吹さんと同じようにやっぱりご注文時に注文を決められずに迷われているお客様は結構いらっしゃいます。でそういったお客様には新商品やその期間限新商品やその時期のおすすめを提案することもあります。じゃあ今だったらやっぱご飯カルビをおすすめしたりっていうことになってくるわけですね、はい、そうですね、うん、じゃあこれちょっと花輪さん、え、やってみませんか。新商品ご飯カルビをおすすめする感じ、はい、じゃあまず見本お手本を、ね、見せてもらいましょうか。はい、はい、川野さんお願いします。お客様、期間限定のご飯バーガーご飯カルビはいかがでしょうか？はいはいはい、ね、パーフェクト。なるほど、すごい、さすが、うん、さあじゃあ花輪さんのご飯カルビのおすすめお願いします。窓際の女性は前の妻だった。あ、ごめんなさい、分かんない何かどういうことなんですか？どうしたの？2年前にやったご飯バーガーの CM の僕のセリフです。間違えましたもん。あながち間違ってもないのかもしれないけど今は間違ってます。あ、すいません、ちょっと難しいっす。難しいですね。はい、こんなに滑るとは思わなかった。すみませんでした。そうですね、このようにして、商品を進めるんですけど、そういうふうにして商品をお渡しするときにもポイントがあるので、続けて紹介させていただきます。はい、お願いします。川野さん、今ちょっと見出しちゃったじゃないですか。それでも笑顔が絶えないからプロですよね。いや、もうプロですよ。普通だったら引きつってますから。引きつりますよ。商品をお渡しするときのポイントは、お客様とのアイコンタクトと、はいはい、そしてお辞儀を忘れずにて、ね、ということです。うん、はい、伊藤さん、ぜひやってみませんか？はい、やってみたいです。はい、お辞儀は言ってお辞儀するんですか？そうです。あ、はい、わかりました。はい、こちらご飯カルビになります。ういういしいな。めちゃめちゃ高校生みたいな。バイトの女子高生みたいになっちゃった。とても素敵だったと思います。あとはありがとうございます。ごゆっくりお召し上がりください。おそらくもっといいと思います。はい、はい、ありがとうございます。私からのレクチャーは以上となります。ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、妻吹さん、はい、お二人がね、先輩クルーからいろいろ教えてもらいましたけども、いかがですか？いや、まあ花輪さんは問題外だとしてちょい、まあ、伊藤さん、初々しくていいですね。なんかちょっと本当になんか通いたくなりますね。本当ですね。
せっかくねレクチャーしていただいたということで、伊藤さんにはね、あのお客様からの熱いご要望で生まれたご飯カルビを作ってもらいたいな。あー、おー、嬉しい。やりたいです。よいよね。やりたいですか？うん、作りたいです。やりたい。はい。じゃあ川野さん、バーガー作りもレクチャーいただけますか？はい、かしこまりました。できますよ、伊藤さん。やったー。やりましたね。さあ、じゃあ伊藤さんがこれから作るので、花輪さん、伊藤さんで、あのオーダーが入った時のいつものやつをちょっと見せていただきます。練習したからね。練習しました。練習したから分かりました。お願いします。今日だけですよ。分かりました。ワンご飯カルビプリーズ。サンキュー。はい。花輪さん、口動いてなかったですよ。裏でもう一回練習してきてください。やっぱりね、満面の笑顔で難しいですね、これよくやられてますね、うん、そうですよね。さあ、それではご飯バーガー作りいってみましょうか。では、伊藤さん、川野さん、ご準備お願いします。サンキューって言ってました？サンキューって言いますよ、サンキューってよく言ってますよね、はい、奥の方の言ってる方、ちゃんと花さん、花さんのサンキューでサンキューって感じだったから、それはそのサンキューじゃないんだちょっとなんかミュージシャンっぽくなっちゃってるじゃん。尾形君の方のサンキューになっちゃったのサンキューじゃなくてサンキューって感じだったんですよ。そういうやつでしたね。ですね。いやでも、いや皆さん CM をしてても、はい、実際作ったりとか、はいはい、それを作ってるところを見るって今までありますか？いやなかなかないですよね。日によってだってもう全然見えない、うん、そうですよね、感じになんか見ちゃいけないもんだと思ってました、ね、企業秘密というか、うん、はい、テレビでもあんまりね見たことないですね、はい、そうなんですよね、はい、今日はこのキッチンの中から実際にお届けしていきます。さあ、それではまずは手洗いからやるということで。手洗いから、はい、川野さんお願いします。はい、まずは手洗いを8工程あるのでやっていきたいと思います。8工程、はい、私が手本を見せるので見ててください。はい、はい、お願いします。はい、まずは濡らしていくんですけど、この時も肘まで濡らしていきます。すごい。はい、ハンドソープをつけます。でまず手のひらでこすり合わせて、はい、指を組んでこの間をしっかり洗ってもらって、はい、次にここの重ねて手の甲を洗います。あ、うわ、この爪をしっかりと綺麗でしょ。なんか手洗いチャレンジって流行ってたやつ、工程を毎回やってますね。あ、本当ですか。うん、でもこれも手洗いを覚えていただくと、やっぱり風邪予防にもそうですなるので、はい、これはちょっと勉強になりますね、はい、勉強になるな、うん、あ、ここがびっくり、ここがあるんですね。ここまでやるんだ。すごい。うわ、パーフェクトビーまで。うわー、そこまで。もうなんかお風呂入っちゃいそうですね、このまま。全部行きたくなっちゃった。しっかりと洗い流してください。すごい。うわー。はい。めちゃくちゃ衛生的ですね。そう。前に私、医療関係のなんか役やらせていただいた時の洗い方でした。そうだそうだ。しっかりと手洗いをします。はい。では伊藤さんお願いします。洗います。あ、伊藤さん、もっと濡らして、もっと濡らして。肘まで濡らして。あ、間違えた。何も聞いてないですからね。そう。いよいよ。失礼しました。ノーフック手洗いだった今伊藤さんが今手洗い始めましたけれども、うん、ここで花輪さん、はい、お願いがございます、はい、これから伊藤さんキッチン内で作りますので、はい、その様子撮影してきていただけないですか。あ、私がカメラを回して、はい、花輪さんカメラを用意しましたので。わかりました、はい、それをバッチリ。じゃあ、うん、あんまり撮れないですもんね、普段のとこね。よろしくお願いしますよ。ちゃんと伊藤さんを収めて完璧にやってきますよ。はい、もう近くからね、私たちに伝えてください。お願いします。お、終わりそうですね。でも本当にキッチンに入る前にこれだけのことを徹底してやってるんですね。ふぅ、
璧ですね、はい、さあそれではいよいよキッチンに進んでいきましょう。お願いします。お願いします。作業しましょう。はい、あ、カメラやってます。カメラ来てます。ありがとうございます。こちらになります。花カメラです。これ、あ、花さんカメラですね。花カメラです。はい、花さんカメラです。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、マクドナルド YouTuber の2人です。いやいやいや、違います。それでは早速私が見本で作っていきたいと思いますので、はい、見ててください。まずはこちらライスパティを2枚取ります。へー、1つずつ置いていただいて赤いボタンを押します。はい、このボタンを押してる間に、はい、もう違うことを出します。あ、音が鳴るので、うん、もう早い取り出しちゃう。早いしっかり作っていただいて。もう、はい、早いですね。紙出したらすぐできるんだ。すぐだ。すごいね。1枚ずつ。そっか、2枚だもんね。あ、うん、はい、挟むためのスチームで温めてるんでしたっけ。そうですね。ソースを中央を磨けて打ちます。おすごい、かっこいい。うわすごい、ほんと体操。ちょっと早くて追いつかないカメラ。ソースの上にレタスを、レタスを中央に乗せます。はい、結構しっかり乗りますね。すごい、どんどん。そしてビーフパティを、ビーフパティをね、はい、花さん見えない、パティ全然見えないですよ、花さん。で、肉汁が垂れないように水平に。うわー、確かに肉汁です。わー、すごい美味しそう。すごいね。カルビです。これカルビ、カルビ、あー、カルビ。そうです、花さん、花さん、なんか微妙にずれてる。カルビ、これぞカルビ、カルビ。花さん、ずれてる。切れてる。花さん、なんでいつも端っこなの。ラップをしていきます。お、はい、はい、やっぱサイズが外してないからね、全然ね。サイズが外してないからね、全然。違う、そこじゃない。大事なのそこじゃない。お父さんのリアクションいらないんだわ。完成です。あ、大事なのそこじゃない。いらないってか、お父さんはいらない。わからないです、もう。いや、わかった。その話後で聞かせてください。今ので、もう、どうなった。ほら、花さんもう移動しちゃってるじゃん。あなたいらないって。そのスピーチは必要ないから。いらないの。花輪さん、商品移して、商品移ってください。あ、よかった。花粉とかは、花粉の何か移動しちゃってるの。これの分量、あのレタスの分量はどのくらいな感じでやってますか。じゃあ3本指でつかめるぐらい、はい、うん、はい、はい、分量的にはこれが一番難しそうだったので、ね、あとはもう具材を真ん中に捨てることがポイントになってくるので、はい、なるほど。うわー、楽しみ、楽しみ。花輪さん、はい、まずここまでお手本見て、近くで見ててどうですか。難易度結構高そうじゃないですか。難易度高いと思いますね、うん、あのパティを取るのが難しそうでした。あ、暑いから、あれで救わなきゃいけないから、うん、そうか、暑いですね、そこの中はね、うん、おー、すごい、緊張しますね。緊張しますね。だから初めてでしょ。初めてです。そうだよね。すごい、地味にめちゃくちゃ緊張してきました。そうだよね。いいな、やってみたいと思います。でもね、じゃあいよいよなんで、妻夫木さん、ちょっとエールを一声かけてあげてください。美味しいご飯パワー待ってます。はい。いいお返事いただいたところで、早速やってみましょう。いただきます。いや、これ自分だったらめちゃくちゃ緊張します。楽しそうだな、いいな、これは。しこれは、はい、そのまま2枚、2枚、はい。これ1つの手で持っていいですか。大丈夫です、はい。花輪さん、アングルがすごいいい感じになってきました、ね。あ、そうですか、はい、だんだん分かってきましたね、うん、よし。あ、ちょっと邪魔です。その間に早く。いや、想像より早いんですよ。早いですね。さあ、気をつけてね。はい、はい、すくうようにして、すくうように、うん、これも熱々ですからね、はい、あ、上手上手、うん、すごい。
続いてめちゃくちゃ続いてどっちでしたかな、先レタス。あ、それ違うね、違うね、全然違うね、正確に想像以上想像以上に緊張してるね、どこがいいんだ今回、結構重いです、真ん中の中につけて、おー、出た、結構真ん中ですね、ちゃんと可愛い、で、三本指、あ綺麗、綺麗、綺麗、そしてここもあったかいですね、あったかいです、冷めないように最後まで温めて、そういう工夫もあるんだ、はい、真ん中を持つ、はい、真ん中を持ちます、うわー、すごい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 、上手じゃん、おー、はい、こういうゲームめっちゃやってたんですよね、こういうゲーム、はい、テレビゲーム、こういうテレビゲームありますよ、いっぱい、すり切ってもらって、あ、そういうことか、そうです、あ、上をね、もりもりじゃなく、なるほどね、ちょっと多すぎちゃった、すり切りか、すり切っても難しいね、カルビが結構大変なんだ、これぐらいですか、大丈夫です、はい、上に、おお、結構たっぷりだ、たっぷり、最後はラップになります、はい、ラップ難しいよね、ねえ、ラップはちょっと難しそう、さっき花輪さん見せてくれなかったから、はい、マフィン一旦持ち上げてもらって、ここをちょっと押さえて、まあ、あ、これすごい包みやすい、そう、じゃあ奥に、あ、はい、破れない、破れない、破れないです、このままくるんっていけるんですか、くるんっていきます、おー、そこでくるんといけんだ、いける、おー、上手、じゃ両方上手、できたー、できた、上手、そうね、また、ね、はい、いった完璧でーす、できましたー、伊藤さんどうでしたか、え、すっごい楽しかったです、働きたい、今すぐ引退して芸能界引退して働きたいくらい楽しかった、でもやっぱり一つ一つの工程がすごく意外とというか繊細というか真ん中に集中してとかで、あのいつもの出てくるスピードでこれをやってるんだって思ったら本当にすごいです、すごい早いので、確かにそうですよね、川野さん、あの、はい、今の伊藤さんのスピード的にはどうですか、ちょっとゆっくりなスピードだったんですけど、でももう具材を全て真ん中に乗せていただいてたので、うん、初めてにしては綺麗にやられてると思います、素晴らしい、嬉しい、さあそれではその作った商品が温かいうちに今度はお渡しもやっていただこうと思いますので、はい、じゃあ本当に、はい、だからいらないってば、そのボタンはほらもう切り替わっちゃったもん今日も青春病になっちゃう、うん、さあ、いや、つばむきさん、改めて、はい、伊藤さん、すごい上手でしたね、いや、もうね、本当にあの菅野さんおっしゃったように真ん中にちゃんとね、ね、乗っけれて、もう1日、夜幕店長任せたいくらいに上手に作れてたんじゃないですかね、お、夜幕店長任せてもいいかもって、伊藤さん、え、私、はい、やった、大抜擢ですね、でもね、想像以上に来るの皆さんが ね迅速にあんな手早くやられてたんだなというのを実感しました、ね、体感させてもらいました、さあでは、お、カウンター準備ができたようですので、はい、妻夫木さん行きましょうか、はい、ではいよいよ、お二人からね、18番でお待ちのお客様、お待たせしました、はい、こちらご飯の相性ぴったしな新商品ご飯カルビとご飯チキンコクうま醤油仕立てでございます、ごゆっくりとお召し上がりください、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、まず川野さん、今のお二人の感じいかがですか、はい、すごく商品の説明も入ってて、もうお客様に寄り添ってお渡ししてるのでよかったと思います、最後ね、目を見てちゃんとお渡しできてたので、バッチリ、イエーイ、できますね、お二人もね、できますね、なかなか優秀、はい、ね、妻夫木さん、はい、お二人の
接客を受けてみていかがですか？いや、あの想像以上になんか今日初めて花尾さんが真面目にやってくれたなと、はい、もう途中から気づきました。やらないとなと、はい、やらせていただいてます。大丈夫です。さあ、ということで無事商品が出来上がって受け渡されましたので、はい、早速皆さんお席の方へお戻りください。はい、ありがとうございます。いや、これはちょっとテンション上がりますね、やっぱり、ね。作りたいです。ビッグマックも作りたいとかいろいろおっしゃってました。ビッグマックは大変でしょうね。ね、大変です。大変でしょうね。やっぱりあのセンターに置くっていうあのバランスが崩れちゃう、うん。そうですよね。あのソースも結構重そうでしたよ。重そうでしたね。結構。そうですね。近くで見てたからこそ分かる。結構やっぱ大変そうでした。結構体力使う。そうですよね。さあ、それではお帰りなさい。そうです。はい、ありがとうございます。すごい、私たちも初めて見させていただいてね、とても楽しかったです。ありがとうございます。さあ、ではここからは新商品ごはんカルビとごはんチキンコクうま醤油仕立てを召し上がっていただきます、うん、では準備お願いします。あ、うわー、そして妻夫木さん、はい、妻夫木さんには今伊藤さんが作ったものではなく、はいはい、あの試食用にこちらでお作りしたものを、ちょっとだけのマクドナルドの商品だったのに、本当ですね、悔しい。はい、お召し上がりいただきます。さあ、今皆さんの目の前には今回の夜マックごはんバーガーのラインナップの中から、はい、新商品のごはんカルビ、そして同じく新商品のごはんチキンコクうま醤油仕立てをご用意いたしました。で、ご試食いただく前にちょっともう一度川野さんをご覧ください。はい、こちらですね、今新商品ごはんカルビをお持ちいただいているんですが、パッケージにある工夫がされているんです。はい、どんな工夫だと思いますか？ごはんカルビ、やはりあの点線がヒントですかね。おお、ああ、本当だ、気づきましたか？はい、実はですね、この新パッケージ上部に入っている切れ目を上に引っ張ると、うん、内側のソースなどがついているペーパーが一緒に外れて、バーガーがきれいに包み込まれるという工夫がされているんです。すごいな、それ。はい、もうこれだと商品の具材がこぼれにくいですし、うん、持ちやすいし食べやすいと、こういう工夫になっているんですよ。はい、ということで川野さんにご紹介いただきましたが、川野さんはここまでとなります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それではお待たせしました、ごはんカルビからお召し上がりください。いただきます。いただきます。お客様からの熱い要望で、ついにごはんカルビがやってきました。伊藤さん、いかがですか？おいしいです。めちゃくちゃ美味しいです、うんうん、皆さん、味わいはどうでしょうか？どんな感じですか？やっぱりこのカルビの濃い、ね、うん、味とこのご飯のもちもちがもう、うん、やばいですね。やばいですね。めちゃくちゃうまい。本当ですよね、うん、いや、なんかね、やっぱり伊藤さん、うん、女性でもしっかりと、ま、うん、楽しめる、これは大満足だと思います、うん、もう誰しもが好きな味だと思います、うん、本当にそうですよね、うん、そして妻夫木さん、いかがですか？いや、もう醤油風味のご飯とこのピリ辛のカルビが本当に相性が抜群です、うん、抜群ですよね。間違いないです。いや、本当に最高の相性ですよね。おいしい。おいしい。ありがとうございます。さあ、ではまだ途中ですが、ご飯チキン、コクうま醤油仕立ての方もぜひ召し上がってみてください。コクうま醤油仕立て、はい、こちらはチキンです。チーズが入ってますね、はい、見た目も最高と、見た目のボリューム感がまずすごくて、そして食べてみてもまた、うん、もう花輪さん、うなりましたね、まず、うん、全世界で嫌いな人いないと思いますよ、これ。おいない、ほんとに、ね、絶対めちゃくちゃうまいですね、これ。すごいな。やっぱりこう、ニンニクが効いたソースってガツンとした感じありますか？あ、やっぱりそうですね、こうちょっとガツンとしたチキンの味わいはあるかもしれませんね、うん、あとでも、チーズがね、またあるからまろやかになって、うん、
伊藤さんいかがですか、うん、とっても美味しいです、うん、このチキンとあのマックのチキンと、うん、あのお米ってこんなに合うんだなって感じですね。確かに本当に相性がすごい、うんうん、やみつきになる感じですよね。この食感と、うん、うまいな。お米のもちっとした感じとね、チキンのサクサクとした感じと、はい、妻夫木さんいかがですか。いやもう本当に美味しいですね、うん、わなんでなかったんでしょうかねっていうぐらいこのまたやっぱりチキンのサクサクがすごくなんか食感がとてもいいし、はい、チキンのこの味がやっぱり昔から慣れ親しんだマクドナルドのチキンの味なんですよね、うんうんうん、それがこんなにやっぱり伊藤さんもおっしゃいましたけど、うん、ご飯と合うなんて思わなかった。本当に美味しいです。本当に毎回毎回驚きますよね、まあ、さあこのままお召し上がりいただいてって大丈夫なんですが、もう少しだけお話聞かせてください。今配信ご覧の皆さんには新 CM が流れていますが、どうですか今回の撮影で印象に残ったエピソードとかあったら教えてください。いやこれも結構ね、いろいろ田植えのあそこの指導の先生とかもいらっしゃって、はい、結構本格的にやりましたからね、うん、本当に刈り取ったりとか。そうですそうですそうです、うん、ね、結構それが結構大変でしたけど。結構な重労働ですよね。はい、でももう本当に、まあ、我々ねもう家族みたいなもんなんで、あうんの呼吸でやりましたよね、やっぱり家族みたいなもんですから、うん、ね、でも家族みたいなもんなんで楽しかったですよ、はい、楽しかったです伊藤さんはね、花輪さんともご一緒して、はい、妻夫木さんともご一緒して、まあ、違うシーンの撮影でしたけども、うん、どうでしたか、うん、あなんかどんどん星ひかりちゃんのキャラクターがなんかまさかの女王様とか感じだったので、結構基本的に夜幕店長との掛け合いはコミカルなんですけど、なんか今回が一番ボケツッコミだった気がしますね。だんだんグレードアップしてきたよねそうなんか僕もそのうちマウント取られるんじゃないかなと思ってうん、なんか雰囲気的には星ひかりがこうだんだん店長にね、うん、スッと寄っていく感じが出てきてるから、またさっきどうなるかとかね、いろいろ考えちゃいますよね、うん、でじゃあやっぱり今回撮影で苦労したのは田植えのシーン、うん、それぞれ、ね、ご苦労された。そうですね、なんか田植えも難しいんですけど稲刈りってめっちゃ難しかったですよね。難しかったですね、稲刈りですね、なんかどんくらいの量でっていうか、うんうん、ガッていった方がいいとか、うん、結構コツが田植え以上にあった気がして、うん、なんかこう一束になってるイメージがあって、ガッてやればいいってことじゃないんだ。結構意外となんかなんてグググってやりたくなっちゃうんですよ、ね、なんか結構勢いでいかないと傷がついちゃうのかな。もう多分結構意外と繊細にやっててガッていかないためにも、うん、足も取られますしね。あ、そうですそうです、ドローンこうね、だからそういうね、結構大変なんですね、お米のね、収穫もっていうのはね。そういう体験をするとね、うん、このごはんバーガーの一粒一粒とかもより、そうそうそう、やっぱね、うん、美味しさとか感謝が生まれますよね、うん、そして3人で共演されて、はい、これ1年間一緒に共演されたことになりますけれども、はい、どうですか、なんか関係性の変化とか、はい、役柄に思いがもうより芽生えたとか。やっぱりなんか、ドラキュラというなんていうか役どころも僕初めてだったので、すごいそのメイクアップだとかもこだわってやらせて、毎回やらせてもらってるんですけど、やっぱすごい毎回楽しいですね。なんていうか、その夜マック店長としての新たな一面も見せていけてると思いますし、こうどん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 こう一人のストーリーとしてもっとロングなスパンで撮ってほしいなと思うぐらい、もう今愛着持っちゃってます。伊藤さんいかがですか。私もそうですね、毎回まずお客さん役だから、うん、食べれるって思って毎回撮影が入ると嬉しいんですけど、うん、新商品があとなんか妻夫木さんと花輪さんをなんかテレビとかで見るとなんかあっって思うようになりました。それこそなんか愛着って言っていいですか、うん、なんかすごくいつものあ仲間だみたいな気持ちになるようになりました、う
本当最高のチームワークを感じますけれども、はい、花輪さんいかがですか。そのおじさんが実はみたいなね、ちょっとこうフランケンみたいなところもあったりして、はい、まあ2年ぐらいずっとこう出てるんですけど、自分が今 何をどういう人なのかっていうのが多分考えてくれてる人の中であるんですけど、自分の中でよくわからないんですよね。だから今僕はエピソード1なのか2なのか3なのかよくわからないんですけど、とにかく今田んぼのおじさん兼フラン兼ということだけはなんとなく感覚して、そうですよね、確かに僕は夜マック店長に変わったりとか、はいはい、戻ったりとか戻ったりしてみたいな。花輪さん確かに何なんですかね。私はよくわからないんですよ。フランケンなのか、おじさんなのか、あのおじさんが過去の自分なのか今の自分なのか、もういまいちよくわからないと思います。一応過去ってことなんでしょう。過去ってことなんですかね。多分、多分、はい、はい、楽しくやらせていただいてます。そうですね、いやもう本当に今日のね発表会とかでも本当にチームワークが良くって、はい、皆さん楽しく撮影もされているんだなっていうのが伝わってきました。本当に残念なことにもう時間となりましたので、はい、最後に皆さんにもう一度メッセージをいただこうと思います、はい、さあお立ちいただいて前へお写真いただけますか、はいはい、ちょっと後ろの整理をさせていただきますのでお願いします。皆さんからメッセージをいただきましょう、はい、まずは花輪さんお願いします。そうですね、とにかく美味しいです、はい、でもうもちろんチキンもねカルビもめちゃくちゃ美味しいんですけど、もうお米がもうとにかく美味しいですから、この秋の、ね、味覚にぴったしな商品だと思いますので、皆さんぜひ買ってください、お願いします。ありがとうございます、はい、では伊藤さんお願いします。はい、毎度食べさせていただくたびに本当に嘘偽りなく心の底から美味しいって言えるこの商品たちが本当に毎回嬉しいなって、幸せだなって食べさせていただいて思います。食べていただいた皆様がみんな本当に大満足すること間違いなしなので、ぜひチキンとかパテとかとご飯の相性を確かめてみてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。では妻吹さんお願いします。はい、皆さん の声が届いて、誕生しましたご飯カルビ、いや本当に美味しいです、マクドナルドさんの思いが本当にギュッと詰まった商品になっています。11月2日から販売となりますので、ぜひ、マクドナルドにお越しください。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは以上をもちまして、夜マックご飯バーガー新商品発表イベントを終了いたします。妻吹さん、伊藤さん、花輪さん、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上で配信を終了させていただきます。なお本日の説明資料は Zoom チャット欄にてお送りしている URL からダウンロードしてご利用いただけます。ご確認のほどよろしくお願いいたします。またオフィシャル動画と写真素材に関しては、配信終了後13時頃を目安に同じ URL 内に順次アップロードをいたします。本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。